ブリオは、ホンダ技研工業が、アジア新興国向けに生産、販売している、5ドアハッチバック型の小型乗用車である。タイ及び、インド向けとして開発され、その後周辺地域やブラジルへの輸出も検討されている。2011年5月に、タイで、同年9月に、インドで発売開始された。使用される鋼材を含め80%以上の現地、調達部品を使用し、 現地生産で供給される。市販に先立ち、2010年11月にプロトモデルが台湾国で公開された。2011年3月17日、ホンダオートモービルカンパニーリミテッドにおいて5月下旬より販売されることが発表された。発表と同時に受注を開始したが、東日本大震災の影響で日本で製造される。 電子部品の納入が遅れるなどしたことから4月、中旬に受注を中断、その後部品調達に目途が立ったことから6月13日に受注を再開した。車体は2台目フィットをベースにしているが、サイズは一回り、小さく、大使用車には L12 バイト型1.2リットルアイ、ビテックエンジンが搭載され、大政府が定めるエコカー認定基準の20、トル L 以上の燃費性能や、 ユーロ4の排出ガス規制値に対応した環境性能を実現した。また、運転席と助手席のエアバッグを標準装備としながら、価格を399,900バーツからの設定となっており、販売台数は1年間で4万台を計画している。2012年8月にはインドネシアでも1.3リットル車が販売開始、タイからの完成車輸入となる。 2011年9月27日にはインドでも販売が開始された。価格は39万5000ルピーからの設定となっている。2012年11月23日に大市場にて4度ダン版のブリオアメイズを発売した。メカニズムはハッチバックと同じだが、セダン化に伴ってリアオーバーハングが延長されている。価格は45万4000バーツから。 2013年9月11日、インドネシアで1.2リットルエンジンを搭載したブリオサティアが発表。同時に従来の1.3リットル車はブリオスポーツに解消した。ブリオサティアはインドネシア政府による LCGC 政策の適用者であり、生産は国内で行われ、現地調達率も85%に達している。 2018年4月19日、インドネシア国際モーターショーにおいて、プロトタイプとなる、スモール RS コンセプトが初公開された。同年8月2日には、外勤度インドネシア国際オートショーにおいて、市販モデルが公開された。同年10月13日販売開始。開発コスト削減のために、プラットフォーム前半部は内外装を含め初代から、キャリーをオーバーされ、 ヘッドランプ、フロントフード等は2017年に大規模、マイナーチェンジが実施された兄弟車のモビリオと共通設計のパーツが使用されたが、後半部は完全な新設計となっており、初代から全長が 205mm、ホイールベースが 60mm 延長され、後席居住性や過失スペースの改善に充てられた。インドネシア仕様のエンジンは、 全グレードで初代から引き継いだ1.2リットルアイビテックエンジンに統一された。通常グレードのブリオサティアはリアにはホンダの CEI エンブレムではなく特別なエンブレムになっている。同年秋にインドネシア国内で販売開始予定。イタリア語で元気、陽気を意味するブリオからの命名。ありがとうございます。